さあ、今輝いてる人をお迎えする今週のゲストのコーナー、スパカン。今夜のゲストは、この方に来てもらいました。はい、皆さんこんばんは。みんなのアイドル、今日も可愛い、ももちことつぐながももこでーす。はい、ももち来てくれました。よろしくお願いいたします。僕は、はじめましてになります。はーい、はじめまして、ももちでーす。ももち、はじめまして。はい。 つぐながももこ、ももちですよね。はい。あ、フルネームでわざわざありがとうございます。なかなか名字浸透してないから。そうですよね。そうですよ俺ね、初めてなんですよ。今回ね。ゲスト決まりましたっていう時。だいたい僕のマネージャーさんが携帯に連絡くれるんですけど。初めてあだ名で報告が来たなって思って。だいたいアーティスト名とか、ちゃんとしたお名前を伝え、伝えるんですけども、メールでマネージャーが。初めてももちのこと、ももち、ももちさんに決まりましたって。とうとうあだ名だなって。そうです。もう、ももちっていうあだ名が一人歩きし始めちゃって。でもそうですね。 でもすごいことだと思いますけどね、パソコンでも、つぐながって出にくくって、多分マネージャーさん困られたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。僕もしばらくこの名字なんて読むのかなって、しばらく思ってた時期ありますもん。はい。しかも、ちょっと今、すごい言いにくいんですけど、この台本に書いてある、つぐながのつぐの字、不正に貼ってあるんですけど、台本、つぐながもも子様って、漢字めっちゃ間違えてるんですよ。本当だ。台本の不正ね。台本の不正に、つぐながも子様ってわざわざフルネームで書いてくださっるんですど 漢字がですね違くてあやっぱり難しいんだと難しいんだということになります再認識いたしましたやはり平仮名三文字でももちで今やっぱりそこで全面出していきます。そうですねもうももちに本当助けられてますよなのにスパカ側が失礼出しました名前を付箋の名前を間違えるというところまた後で許してにゃんって謝っていただければ何のこっち側だねはいこっち側それはもうこっち側の偉い人がちょっと許してねはいぜひぜひよろしくお願いします流行らせてくださいさあそんなももち えっと、ここにプロフィール、えっ、ー、と、用意してもらったので、ちょっと紹介させてもらいたいですが、えー、ももち、2002年、はい、小学校5年生の時にオーディションに合格して、うん、ハロプロキッズのメンバーに。はい、えー、その時、約3万通近い応募があっての、15人だけが合格。はい。すげえ、3万分の15。まあ、 当たり前っちゃ当たり前ですけどねいいですやっぱそういやもう本当にそれは始めましたですけどいいですねやっぱりあのうん好きですそういうのいや褒められちゃったな告白されちゃったんですけどそうです告白というかそうですその生き方に僕も共感できる部分っていはですかでも急に告白されてももちみんなのアイドルだからそうです大丈夫ちょっとすいませんいいですも地あのねそういう告白じゃないから大丈夫俺も大丈夫大丈夫俺もいさんだけのも地なら大丈夫だロさんだけの桃地になってほしくなくてみんなのもちのままで そうですが、じゃあ、二人がそういう共通認識の共通認識の中。いい関係性を築ければなと思っておりますけれども、はい。えそして、2004年にベリーズ工房のスターティングメンバーの一人に選ばれ、CD デビュー。すごいですね。ここでもまた、ベリーズ工房のスターティングメンバーに選ばれます。そうですね。はい。で、デビュー10年目を迎える、現在、ももちも大学生と。そっか、小学校5年生の時にデビューしてすごい。10年経芸歴10年になるぞ。10年経って、そっか、その、すごいな ハートの強さというかでもアイドルで芸歴長いってあんまりなんか初々しさが売りのそうだな <laughs> 芸歴も、はい、もうだってそうだよ、ね、2桁だもんねそうなんですよ10年生児だもんねもうね <laughs>、はい やっぱ初々いいしくてキャピキャピしてるイメージなんですけどやっぱ10年目って言うとみんんな1回息を飲むんですよ <laughs> しかも僕もニュースで見ました今日資料にも書いてありますけど、はい、大学生になりました、うん、昨年基地と教育実習も行ったというこれは僕もニュースをちょっと拝見させていただきまします,すごいですねアイドルスーパーアイドルですねアイドルもいながらちゃんと学業もやっていたというところ、はい 僕知らなかったんですよ。そういう大学生行かれてることとか情報は知らなくて。はい、そのニュースだけ見て、そんな簡単なことじゃないですよね。単位を取りながらアイドルをやって、しかも教育実習までやるということ。教員免許じゃあ持っているってことなんですかえっと、今大学3年生で、次4年生なんですけど、うん、単位がちゃんと取れて、無事卒業できれば、まあ、まあ資格取得できるんじゃないかなっていう。先生になれる資格が。そうですね。もうすごいな。 そうほでもほん、あの、もうまた告白大丈夫、モチ大丈夫なんだ。モチ褒めない方がいいのかなで、モチ <laughs> やっぱり、うん、俺もどうしようか、けなすにはさ、もうちょっと関係が。<laughs> そうですよねそう。けなしていく方で行きたいんだけど、俺も、<laughs> まだまだほらお互い、俺初対面からそれ行くのちょっと厳しいなと思って,まして。そうですよね。うん、人としてどうなのかなって話ですもんねん僕もね、あの、いじられキャラなんですよ、どっちかといえば <laughs> あ。そうなんですか、うん、あのね、僕も何回か初対面からいじられた時、イラッとしたことがあった。<laughs> こいつあの最初から敬語使わない後輩とか言った時に嫌とした時があって <laughs> そうなんですか、うん、でもね桃地そ,ももそんな失礼なことあっちゃいけないなと思ったけど<ー>もう始まって5分ぐらい経ったからそろそろちょっといろいろギア変えてみるね、はい、<laughs> すごいギアチェンジこの会社偉いな本当にありがとうございますはいで今月オリコンが発表した女子が好きな女性アイドルランキングでなんと10位これはすごいっすねいやびっくりしましたよ女子が好きな女性アイドルでも10位だもんね はい。でも、しかも、その、エントリーされてる方の中にやっぱ、48さん系は多いんですよね。だから、ま、ももくろさん入ってたり、する中で。48さん系って俺何のことなんかすごい知らないことがああ、なるほど、あっち系のことですね。48さん系。あっち系。なんちゃら48さんとか、はい、46さんとかもいろいろありますけど、そこがランクインしている中で、も10位に選んでいただきまして。すごいですね、これは。いや、だからちょっと、夢なんじゃないかなと思いつつも。これは、でも完全、浮かれていいよね。 本当それこそプラスの文字が完全にこれをプラスに。 もう受け入れていいよね。私もうずっと女性受けが悪いと思ってたんですよ。いいね。しかも今の表情、ラジオだから皆さんに見せたいんだけどね、いい表情するね、そういう時ね。ありがとうございます。だけど、そう思ってたんですけど、こういう結果が、まあ数字で、ランキングで出ちゃうと、ちょっと私、浮かれてますね、正直。あとでも、こうやって、こういうことに慣れてないも地も多分出てくるんだろうね。か、すごいなんかやりづらいそうだね。どっちかといえば、こう、けなされてると思いきやのとこでやっていつつもりだもんね、多分。 あーだからもう私も、私自身どんどんギアチェンジしていきたいなと思ギアチェンジいます。はい。でも、この、その自分、可愛いという、それはいつからこう,言う、言、うん、もう、口、言葉に出して言うようになったのまあ、物心ついた頃から思ってはいたんですけど、<laughs> その、言っていいのか言っちゃいけないのかって、やっぱちょっと、うん、 ギリじゃないですかうです。うん、からそう、難しいとこですよね。やっぱり変な子って思われたりするんじゃないかなと思ったんですけど、うんうん、その可愛さがどんどん増していくにつれて、歯止めが一回効かなくなってきちゃったんですよ。<laughs> なるほど。自分自己評価がどんどん上がっていわけですね。それでまあ言い出したのは、いつなんでしょうね。あんまり結果わかんない。例えばこのアイドルになった時からなのか、アイドル立ってしばらく経ってからなのか。あ 自分を表現していいんだっていうことに気づいてっていうのはあって小学校の時とかはハートとかピンク大好きだったんですけどいじめられると思ってあの星と青が大好きって言い始めてあいいエピソードですなるほどなるほどねどでも自分に嘘をつくのがどんどん苦しくなったのでこのアードルになったことをきっかけにどんどん爆発していきましたもうハートとピンクが好きだってことも全面に押し出しさらに思っている自分が可愛いと思ってることも全面に出しました ハートとピンクと自分好きっていうのを一斉に出しました。<laughs> あのー、初めてお会いしたし、僕はテレビでばっか見てましたけど、素晴らしい目力があるんですね、さらにね。そうなんですつぶらな瞳の奥に、すごいなんか、輝きがあるっていうか。<laughs> うんうんあと、いろんな家具が見えて素敵です、ほんと。わ <laughs> かんない。自分じゃわかんないですけどね。自分じゃわかんないから素晴らしいですね。はい、えーっと、このスパーカー、今今日来てくれましたけど、あの、モーニング娘。の。 道重ちゃんも以前来てくれてね、はい、あの、しっかりとした失礼さを僕に全面に出して帰ってくる<笑><笑>道重ちゃんとももちはどういった関係性なんですかライバルなんですかそれとももう、仲、仲いいっていうかその、なんか戦ってるのは、 見たことあるなんか、どうですかあの、同じハロープロジェクトのメンバーで、ま、お互い自分が一番可愛いって、ま、思ってるので、すごい、ま、私の可愛いいや、私の可愛いっていう言い争いを、ま、してるんですけど、周りがすごい引いてくんですよ、その争いをしてるから。はそれ、それはよくないね、周りは。そう、だから、う結構控えてはいるんですけど、でも内心やっぱりお互いを持ってるんだろうなって思います。ただ、ももちは、その女子が好きな女性アイドルランキングに入れていただいて、 でも三重さんの場合は嫌いな女性タレントに入ってるんですよあそうなんだそれも発表されたのランキングがはい女子が嫌いな女性アイドルってことそうですアイドルとか女性タレントタレントというくくりで嫌われちゃってて怖いよ桃地の言葉が怖いですよ本ント私は好きですよ私は好きだけどデータで出ちゃっててそのデータの説明にちょっとばかしの悪意を感じる悪意ないね事実を述べてるだけです はい。だから、そこは違うなって思います。それは違うなってい愛されてるな、ももち。そうですね。ももちは10位入ってるわけでもデータが出てますからね。数字がね。数字は嘘つかないですから。すげえな、ももちな。ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。こちらこそ呼んでいただきありがとうございます。さて、ももち今日は来たのは、あののそランキングを発表するためではなく、 ニューシングルが出たっていう。噂に聞きましたよ。よはい。ベリーズコバがニューシングル出すという噂を聞いて。31枚目の。とうとう31枚目もう、げ桁越して。う,うん、<laughs> そうだわな、ね。桁 <laughs> はもう、ケドリかなり前から言ってるはい。はいうん、31枚目なんですけど、3月13日にニューシングル、うん、アジアンセレブレーションという曲をリリースするんですよ。 それが31枚目。今回は31枚目。アジアンセレブレーション。あ、今噛みましたね。噛んでなから台本に座って書いてあったの。え台本に座って書いてあったの。あ、すぐ長も間違えちゃうから。セレブレーションも間違えちゃった。すねそう。なんか、どど今字がくそって書いてあったのセレブレーションでいいんでしょはい、セレブレーションです。は、えっと、今回どんな曲に仕上がってますでしょうかそうですね。アジアンってタイトルにもついてるように、そのアジア中の人を、まずはメロメロにしようみたいな話なんですよ。そう、なるほどね。アジアの人たちをメロメロにしようという曲です。 まあ予約するとそういうことなんですけど、えーはい、やっぱ今日本一のアイドルなわけじゃないですかももちって10位じゃないなかったしけまだえさっきのランキングだあれはあれ一部のデータですからそうですよね <laughs> で,でもそしたらそうするとこちらの社もちょっと弾けないのは1位のデータをくださいえ 一度あるデータをいただいて。それは。数字嘘つかないとさっきおっしゃった。ボケツホるルってどってる日本一のアイドル、ももち世界一のアイドルになるために、まずはアジア。アジア性がね。そうですね。そういう感じの。アジアで一番になろうと。で、耳にもこびりついて、すごい耳に残る曲なので。こびりついて。こびりついて。こびりついてね。なので、すごい一回聴いただけで、一緒に踊りたくなるようなディスコ調の曲になっております。じゃあ早速、じゃあ皆さんにその曲 聞いいいいいてたたただきたいと思うののでももち曲紹介の方お願いいたしますはい、それでは聴いてください。ベリーズ工房3月13日に発売になります。ニューシングルで、アジアンセレブレーション。3月13日リリース、ベリーズ工房のニューシングル、アジアンセレブレーション、聞いてもらいました。ということで、確かに耳に残りますな、ももな。はい、ありがとうございます。はい。31枚目。うん。3月13日。 発売そうです今情報ごめん、ずっと俺ごめん何も考えないで今言葉だけ喋ってるわ、ごめんはい。確かに心こもってないな今次次次のコーナー行くまでに何喋るのかなって考えながら喋ったら全くハードのないこと俺喋ってたなと思ってびっくりしましたしかも目があったらももちにそれバレてるなって分かって大丈夫です、声だけなんでラジオありがとうございます、情報を言っていただきさあということで、そんなももち今回はランキングを作ってもらいました、ももちに作って もらったランキング、えー、こちら、ももちの、私はここがすごいベスト3。はい。も,もちといえば、やっぱ、日本一のアイドルですから、事書ね、はい、まだ。事書いや、みんなの日本一。<laughs> ええと、も地もですから。なんで自分一人消化するんですか <laughs> <laughs> さあ、具体的にどんなところがすごいと思うのか、うん、えっと、ももちご自身に発表してもらいたいと思います。はい、いきましょう。難しいなぁ。 なんだそれ。だって、三3つに絞り込むって、そうなんですよ。なるほど。無限あるのに。そうだよ。でも、そのでほら、ランキングってことは3つに絞ってからランキングだから。そういうことですよね。ランキング決めたくない気持ちもあると思うんだけど。はい。まあ。ここはちょっと今日はお目に見てもらって。ケーです。すまん。消えました。OK。はい。お願いいたします。え、もう一度、私はここがすごいベスト3。第3位は。受け抜群それ、もう一回聞くデータは出てるんだよね、そのデータいや、本当にこれデータありますよ。お お、目が本気だ。本気だ。本気だ目だ。本気だ目来た。まず、何がすごいって、プロデューサーのつんくさん、お子さん、ももちのこと大好きです。一番近いところのキッズ持ってきたね。一番影響力のあるキッズだね、そこは。そうですよ。で、やっぱ影響力強かったんですよ。なぜなら、そのつんくさんが、お子さんが本当ももち好きってすごい言ってくださって、その、 お子さんが好むようなももちソングを作ろうって多分なって、<う>10年越しにソロ曲いただきまして、うん、ももち許してニアン体操って言うんですけど、<laughs> 多分娘さんを思ってももちのためにくださった。うんねうん、お子さんも喜んでくれるし。そうです。うん、影響力半端ないなと思って。<laughs> <laughs> それはな、それもう子供受けば、はい、抜群ですよ。抜群だし、うん、その、町とか、とか、動物園とか行っても、うん、あの、幼稚園児が遠足っていうか、なんか行った時に、えー、ももちーってみんな寄ってきてくれるんですよ。うん、あ、そ,<れ>そう。それ見て、うん 私、ほんと子供受け抜群なんだな <laughs> <laughs> もうそれ、子供寄ってたて子供そ、そんなこと考えてしたらちょっと悲しいけどな、ほんとに、ね。でも子供はやっぱわかるんですよね。やっぱり女性は、やっぱあんまり今まで好いてなかったんですけど、うん、女の子、うん、小ちっちゃい女の子とかは、本当にキラキラした目で見て、すごい寄ってきてくれるんですよ。おーおーで、教育実習にも行って、<ー>小学校2年生 2> 担当させていただいて、2>, うん、2年生からもほんとモテモテだったし、<laughs> 実体験があるんです。実体験。実体験というデータがちゃんと経験があるいうことですね。すいません。なんか疑うところから始まったみたいな感じで。本当です。謝ってくださいよ。絶対許せない言わないからな。おかしいな。さあ、続いていきましょう。ももち度私はここがすごいベスト3。第2位は。お友餅作りの天才。 どういうことだろうそう。あと、おとも、うん。あの、お友持ちっていうのは、ここだけの話。あの、お友達って意味なんですけど。あ、そうなんですかおとも、おとももち。おとももち。お友達って意味なんですけど、おとももちを作るのがすごい得意で。あ、そうなんですかもう芸能界にも数々のお友もちがいるんですよ。はい。ご紹介できるお友もちいますかじゃあ、一番すごいの言っちゃいますょう。あ、一い言ってください。トム・クルーズさん。お いやーいやーちょっと桃内さんもう本当すかいや本当ですよ <laughs> <laughs> 桃内さんここでトム来ますかだってデータあげますよああクルーズクルーズ出たちょうだいクルーズ出たちょうだいクルーズ出たあ,あ,あのですねこれはあの六本木であのトム・クルーズさんとお会いした時の話はい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 ,はいあのトムって言ったらはい ももちの方を見て手をあげました。あげました。でもそこで、もう目があってアイコンタクト完了なわけですよ。うんうん、で、トムさん近づいてきました。今来ました。<で><う> We are おとももちフレンズって言ったら、うん、一言。Yes! <laughs> ほら。 ほらね <laughs> 大丈夫この番組そのトムの名前出して大丈夫本当そのクルーズ出た大丈夫それ大丈夫です本当かい <laughs> はい任してください一番すごいところが来ましたね聞き聞き何かありますか最<ん>最近のお供ち最近ののおお持ち ちですかあ、でも、カメラコさんとか、お友持ちなんですよ。そう。もう2番目にすごい人。おさん。ここでカメラコさん入ってきますかカメラコさん。でもこれもデータあって、あの、もう、そのお友持ちで親友の中だから、もう親友レベルなのカメラさん。親友っていうのはももちから言ったんじゃなくて、カメラさんがお親友って言ったんですよ。カメラ発信ね。亀田発信。そう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 。で、あの、証拠に、その証拠に、カメラさんの試合のラウンドガールをやらせていただいたりとか。やってんのそういうことももち。 すごいも本当に亀田航空さんにもそれはもうそれはお友ちだわまあトムさんもですけどねそのクルーズエタに関しては後ほどあろいろちょっといろ検索して調べたいと思いますん、ね、で <laughs> はい本当にトム・クルーズさんとも亀田さんとも他の方ともお友ちなんですなるほどでも天才ですね、はい、お友ちを作るのはねだってトム・クルーズさんとお友持ちなれますかそう <laughs> だからそれに関してはまだちょっとこちらしては確証を取れていないです絶対皆さんインポッシブルですよね <laughs> 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 そんな別に言わなくていい。言いたかったな言いたかったん、ね、<laughs> どうしよう今思いついたら言いたかったんだろうなって <laughs>、はい。どうしよう思いついて、言わなきゃ気が済まなかったんで。<laughs> じゃあもうごも,もち次のランキング言っていい,い,いですよもう本当に。<laughs> はい、ありがとう。さあ、続いていきましょう。ももちの私はここがすごいベスト3。第1位は。顔面。お、あ、そう。なるほど。<laughs> 顔面ときましたね。顔です、顔。顔ね。 いや、顔、顔のどういった部分がやっぱり。いや、もう見てわかるじゃないですか。<laughs> そ,うすそうです、そうです、そうです。でもほら、ラジオだからやっぱり言葉で、やっぱりご本人のご本人が欲し、ね、な。んでしょうね。まあ、つぶらな澄んだ目とか、透 <laughs> き通るような肌もちもちももち肌っていうか。<laughs> はい、私、も見ただけで、その、恋に落ちちゃいそうな、うん ベビーフェイスうんうんうん。すべて、トータルバランスもいいし。うんうんうん、そうですあ。なるほど。ああ顔面って言いましたけど、うん、その全体のバランスもいいですし、やっぱももちの顔わりで右に出る人いないんじゃないかなってなるほど。なるほど。今のそのコメントを聞いて、やはり10年戦士、やっぱりこの10年のなかなかの経験って素晴らしいなと思いましたよね。 どういう意味ですかさあ、1位は顔面ということでしたけども、はい。<laughs> さあ、桃ち申し訳ない。もうほんとそろそろ時間が来てしまいましたんで、し申し訳ないでございますが、えー、いろいろ告知の方があるということで、ちょっと僕の方からご紹介させていただきたいと思いますが、すえー、ベリーズ工房コンサートで予定がぎっしり詰まっております。うんえー、現在、コンサートツアー中。そのタイトルは、ベリーズ工房コンサートツアー2013春。ベリーズマンション入居者募集中。はい。 ね。東京では4月7日に渋谷公会堂で、えー、あと4月29日、月曜日、中野サンプラザにて開催でございます、ねうん。はい。えーと、さらに3月2日3日には、ハロープロジェクト、春の大感謝祭、ひな祭りフェスティバル、2013に出演。うん。ということでございます。そして3月6日、も,もち誕生日でございますね。あ ありがとうございます21歳になります21歳になりますももちろはいおめでとうございます心こもってないないや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 僕ちゃんと言って台本にないことを今パーソナリティさんが言ってるってことを言ってちゃんと情報言ってわざわざ俺がそれさっきさあなたのプロフィール見た時に台本にはないけどそれはちゃんと言おうって俺決めてたのあもう嬉しいもうお友持ちですねまだ大丈夫そこまで入ってなくて大丈夫そこはもう飛ぶクルーズさんと亀田光輝さんだけと飛べておいて並べますよ 3月3日が誕生日でまだあま忙しいですね誕生日を前後、はい、えーと2日3日がそのえーひ祭りフェスティバルがありまして<あ>3月9日には2度目となるタイ・バンコクでのコンサートを開催、はい、2>, 2度目なんですねタイ・バンコクでのアジアだな アジアに目を向けてるな。アジアセレブレーション。アジアセレブションですからね、はい。新曲なんで。まずアジア聖画だな、も持ちな。行、ね、きましょう。その顔面で行けるな。<laughs> 完璧です <laughs> <laughs> お。お互いさ、あの、教弁だけの会話楽しいね。 それ波長が合うんだよね、そういうところなん,なんでしょうね。なんでしょうね。<laughs> もうお友達でいいんじゃないですか。お友持ちはまだ、<laughs> まだまだ抑えておきます。<laughs> あまい,いんですか。<laughs> 2回目来てくれた時にそれ行きます。わかりました。<laughs> <laughs> さあ、ボロボロ詳しい情報についてはビリーズ工房のオフィシャルホームページをご覧いただきたいと思います。さあ、も,もちごめん、本当時間が来てしまいました。最後にリスナーさんにももちから一言いただけたら。そうですね。あのー、本当にコンサートツアーもぎっしぎですし、アジアンセレブレーションも、うん、多分そのライブでね、歌っちゃうんじゃないかなと思うので、うん、ぜひ、 アジアの皆さん、いや、世界の皆さん、<laughs> ももちファンの皆さん、世界中の、ぜひ聴いてください。はい、よろしくお願いします。はい、そして、コンサートお待ちしておりまーす。はい。ということで、お時間来てしまいました。今夜のゲスト、ベリーズ工房の、つぐなかももこちゃん、ももちでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 ということで、今週はもちが来てくれたということですけども、まあ、面白かったですね。すねあの、なんていうんですかね、僕からの、僕の、僕りの表現で言わせてもらえれば、はい、えー、覚悟を持ったアイドルっていうことですかね。<laughs> うん。もう直接だったらあれは嫌いになれないね。はい、あの覚悟をちゃんともう目の奥で、はい、言葉の奥にある覚悟がもう完全に見え隠れしますから、目が,かね、目が強かったね、はいえー。またでもぜひ来てほしいですけど、あのままのもちで。 そ,その時にはおとももちになるかどうかちょっと考えたいなと思いますけど <laughs>、はい、ももちよかったらまた来てほしいなと思います。ありがとうございました。さあそんな本名で文化放送スパカンついてはこちらのコーナー行きたいと思います。